はい、こんにちは。プレンパパです。今回は、ドッグフード、GV ピークのプロベナンスシリーズを、もう一度ちょっとお話したいなと思いまして、動画配信します。過去動画の方でも GV ピークのプロベナンスシリーズについては、詳しい説明をしていますので、そちらもまあ参考にしていただきたいと思います。はい、ちゃんとしてください。はい、ちゃんとしてください。ちゃんとしてください。GV ピークのプロベナンスシリーズは、3つあって、パウラキプレーンズというのと、イーストケープというのと、この、今ここの横にある、オタゴバレーというのがあります。このオタゴバレーは、ビーフとベニソンとラムとタラとホッキ、5種類が入ってます。今日はこのワンちゃんと一緒にまあ説明しながら、一緒にあげてみたいなと思います。GV ピークのオタゴバレーについては、 GV ピークのプロベナンスシリーズは、特にその全国の限られた店舗さんでしか取り扱っていません。私どもの方も、メーカーの方と、契約させてもらって、限定のショップに選ばれています。もしくはメーカーの正式ウェブサイトから定期購入するというやり方があります。この GV ピークのプロベナンスシリーズについては特に栄養が豊富なんで、これだけ 100% をフードとして、ご飯にあげるというのでも構いませんが、今お使いのフードの中に少しトッピングをするということを一番勧めています。どのようなフードかと言いますと、ちょっと四角い感じなんです。わかりますか？こんな感じでフードです。で、匂いはね、ちょっと魚がやっぱり入っているんで、魚の感じの匂いが結構します。非常にいい匂いがしてて、ワンちゃんと一緒に食べてみたい。ワンちゃんもこの感じで欲しい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 みたいな感じです。はい、あげるから。よし。で、これ私もこれね、私も実はこう初めて、今まで何とかしてます。結構人間もいけるもんなんです。だから、ああ、なんだ、私が食べるんだ。結構ね、なんかジャーキーみたいな感じで食べれます。匂いがね、いいんですよね。で、こんな感じでやってて、今回はこのプロベナンスシリーズのうちの一つであるオタゴバレーをワンちゃんと一緒に食べながら、もう一度ちょっと説明させていただきました。本当におすすめできるフードなんで、フードチェンジするというのはなかなかできないかもわかりませんが、今皆さんが食べているフードの中に、4分の1程度、ちょっと一つまみですよね、ちょっと入れて、一つまみこうバーッと入れてトッピングする。皆さんの中では何か違うものをトッピングするとわざわざやっている方がおられると思うんですけども、これだとすぐトッピングできるんで、そういうやり方をおすすめします。まあ、もう欲しい欲しいって。今回はすいません、 GV ピークのオタゴバレー、ちょっと追加説明でビデオを上げてみました。一緒に食べるってなかなかじっとしてませんが、熱くなってきました。はい、それではまた次回の配信をお楽しみください。ありがとうございました。はい、はい、はい。